ガンユータ、神宮寺ユータからのメッセージに感動。ヒビケアパッド、新 CM で友情の深さを見せる。ガンユータ、神宮寺ユータからの励ましのメッセージで、ヒビケアパッド、新 CM に挑む。神宮寺ユータからのメッセージがガンユータに届いた瞬間、彼は何か特別な感情に包まれた。それはただの、おめでとうという言葉ではなく、二人の長い友情と信頼が詰まったメッセージだった。 雄太が、響々ケアパッドの新しいイメージキャラクターに就任した際、神宮寺は彼に心からの祝福を送った。そのメッセージには、こう書かれていた。雄太、君がこの仕事を手にしたのを聞いて本当に嬉しいよ。君の努力や情熱はいつも周りの人々に影響を与えている。今回の仕事も、君らしさを存分に発揮して成功させると信じてる。寒い季節がやってくるけど、 君の温かい心と笑顔で多くの人を元気にしてくれ。これからも、君と一緒に歩んでいくことを楽しみにしてるよ、このメッセージを受け取った瞬間、騎手は深く感動した。神宮寺とはデビュー前からの付き合いで、数々のステージや困難を共に乗り越えてきた。その中で生まれた絆は、言葉を超えて彼らを結びつけている。騎手はこのメッセージを受け取りながら、彼がこれまで歩んできた道のりを思い出していた。 神宮寺と共に経験した数々の瞬間、時には笑い合い、時には支え合いながら成長してきた日々。特にデビュー当時、互いに不安やプレッシャーを感じながらも、お互いを信じて前に進んできたことが、今の彼らを形作っている。今回の、日々ケアパッドのイメージキャラクター就任は、騎士にとっても新たな挑戦だった。久しぶりに一人の仕事なので、気合いが入っています、と彼が語ったように、 グループでの活動とはまた異なるプレッシャーや期待感がある。それでも、神宮寺からのメッセージは彼に自信と安心感を与えた。自分が一人で立つ舞台でも、背後にはいつも仲間たちの支えがあるということを、騎手は再確認したのだ。そして、彼がメッセージを読み返すたびに感じたのは、友情の深さと仲間への感謝だった。ステージやメディアでの仕事は、常に注目される一方で、プレッシャーも大きい。 特に今回のように、手や指先のケアに焦点を当てたプロダクトのイメージキャラクターを務めるという責任は、騎士にとって新しい挑戦であり、同時に大きな意味を持っていた。この商品は、冬の寒さや乾燥に悩む人々に向けたものであり、特に手洗いや水仕事が多い現代のライフスタイルにおいて、重要なケアアイテムとなる。コロナ禍で衛生意識が高まる中、手や指先の乾燥やひび割れに悩む人は少なくない。 騎士もまた、その重要性を深く理解している。指を褒めていただける機会も多くありますが、指にとって大敵な冬がもうすぐやってきます、と彼が語るように、手や指のケアは今や日常生活に欠かせないものとなっている。そして、その役割を担う彼が、単なる商品を宣伝するだけでなく、自分自身の体験や意識を通じて、商品に込められたメッセージを伝えることに意欲を見せているのだ。また、 神宮寺との友情は、岸にとって大きな支えであるだけでなく、彼のキャリアにも深い影響を与えてきた。彼らが共に歩んできた道のりは、単なる仕事仲間という枠を超え、家族のような絆を育んできた。士が神宮寺からのメッセージを読むたびに、心の中で湧き上がるのは、感謝と決意だ。これまでの全ての挑戦を乗り越え、次のステージに進むために必要なのは、仲間たちとの絆を忘れず、 自分の道を信じることだと彼は改めて感じた。そして彼が響々ケアパッドのイメージキャラクターとして多くの人々に手や指のケアの重要性を伝える姿はまさに彼の新しい一面を見せるものとなるだろう。神宮寺が彼に送ったメッセージにはただの祝福の言葉以上の意味が込められていた。それは彼らが共有してきた時間とこれからの未来への期待が織り交ぜられたものだった。 騎士は、そのメッセージを胸に、次の挑戦へと進んでいく。彼が持つ自然体の魅力と、神宮寺との強い絆が、多くの人々に感動を与えることは間違いないだろう。ガン・ユータが、ヒビケアパッドのイメージキャラクターとして活動する中で、彼がどのように自身の経験や感情をこのプロジェクトに反映させていくかは、非常に興味深いポイントだ。今回のキャンペーンは、 単なるる商品のの宣伝以上の意味を持っている寒い季節に多くの人が直面する指先の乾燥やひび割れといった日常的な問題に対する具体的な解決策を提案するものでありまたその背景にはコロナ禍で手洗いや消毒が欠かせない現代社会のライフスタイルの変化がある。手や指先を守ることが今や健康管理の一部として非常に重要視されている。 神宮寺雄太からのメッセージが士にとって力強い支えとなったのは、その内容がただのお祝いの言葉ではなく、彼らが共に過ごしてきた日々とお互いに対する深い理解が背景にあったからだ。デビュー前からの苦楽を共にした彼らは、互いをよく知っており、言葉の一つ一つがその友情を表している。士が、日比ケアパッドの仕事を通じて新しい挑戦を迎えるにあたり、神宮寺からのエールは、 まさに彼に彼ととっってて背中を押してくれる存在となった日々ケアパッドのプロモーションに参加することで、騎手は自分自身もこの冬に向けて手や指のケアをより意識するようになったと語っている。彼が普段から手をよく使う仕事をしていることもあり、商品の効果を自ら体験し、その良さを実感しているのだ。新しいプロダクトは、逆 T 字型のデザインで指先をしっかりと保護し、しかも水仕事をしても簡単に取れないという特徴がある。 騎士自身も日常の中で指の乾燥に悩むことがあったため、このプロダクトの価値を強く感じている。彼が言うように、特に冬場は乾燥が大敵だ。そんな季節に手や指をしっかりと守ることができる商品があることは、日常生活において大きな安心感をもたらす。また、騎士のキャラクターがこのプロジェクトに選ばれた理由も非常に納得できる。彼の若々しさや挑戦心、 そして何よりも周りにポジティブな影響を与える力は、日々ケアパッドのコンセプトとも一致している。特に女性をターゲットにしたこの商品は、手や指先を美しく保つためのケアアイテムであり、騎士の魅力はこのプロモーションにぴったりだ。女性にとって手は、ただの機能的な部位ではなく、美容や印象を左右する重要な要素でもある。騎士はそのことを深く理解し、プロモーション活動を通じて、 手や指のケアの重要性を伝える姿勢を見せている。そんな騎士にとって、神宮寺雄太との関係は単なる仲間以上のものである。ファンにとっても、2人の深い友情は非常に特別なものであり、ステージ上で見せるお互いの信頼感や掛け合いは、ファンを楽しませ、感動させてきた。彼らが共に歩んできた道のりは、数々の困難や挑戦を乗り越えてきた結果でもある。特に騎士が 万華鏡と表現したフルアルバムのリリース時、神宮寺とのやり取りはファンの間でも話題となった。士が真剣に言った言葉に対し、神宮寺が思わず笑ってしまい、その場を平野が和ませたというエピソードは、彼らの自然体での関係性を象徴している。このような日常的な瞬間が、2人の友情をさらに強くする要素となっている。士が、響けケアパッドのプロモーション活動に全力を注ぐ中で、 神宮寺からのメッセージは彼にとって非常に大きな意味を持つものであった。友情とはただ側にいるだけでなく困難な時や新しい挑戦の時に互いを支え合う力でもある。神宮寺からの言葉が騎士にとって背中を押す存在となったように騎士もまた自分が進むべき道を信じて歩んでいく。そして騎士が手にした新しい挑戦は彼自身をさらに成長させる機会でもある。 グループでの活動とは異なり、今回は一人での仕事がメインとなる。しかし、それでも彼は決して一人ではない。背後には、神宮寺をはじめとする仲間たちの支えがあり、ファンからの応援がある。それが彼に自信とエネルギーを与え、さらなる高みへと導く。今回の、響比ケアパッドキャンペーンは、単なる商品プロモーションにとどまらず、騎士にとっても重要なステップとなるだろう。 手や指のケアという日常的なテーマを通じて、彼は自身の魅力とメッセージを多くの人々に伝える。そして、その背景には、神宮寺雄太との友情という揺るぎない絆がある。二人がこれからも共に歩んでいく姿を、ファンは楽しみにしているだろう。岸優太の新たな挑戦は、これからどんな形で実を結ぶのだろうか。そして、神宮寺雄太との絆がどのように彼のキャリアに影響を与え続けるのか。 それれは今後も注目されるべきポイントだ騎士は神宮寺からのメッセージを胸に次なるステージへと進んでいく。その歩みが彼自身と彼のファンそして周囲の人々にとってどれだけの影響を与えるかはこれからの未来にかかっている。